どうもこんにちは、ゆうきです。みんなです。てつです。はい、新登場です。てつです。はい、ですね、今日はですね、今、二人には何も僕は伝えてないんですけれども、はい、何も知りません。はい、今からちょっと当ててほしいことがあるんですね。マジかよ。クイズ。はい、クイズです。場所とこと。場所とこと、はい、ことっていうのは何かそこでやること。そう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 、場所とこと。でヒントをちょっとずつ出していきます。ああ、はい。まあその結果によってはまあっていう感じです。はい、罰ゲームありってこと。そうですね。じゃあまず一個ずついきましょうか。この僕の素敵なノートに書いてあるヒントをまず一個ずつ、じゃあ分かったら耳打ちしましょうか、僕に。ああ、はい、分かりました、分かりました。はい、いいですか。じゃあまず一つ目のヒントです。はい、日本一。日本一、これで当たったらすごい、ね。日本一です。いっぱいなんかいっぱいいっぱいあるよね、日本一はね。まあね、はい、じゃあ2個目のヒント。茨城県。茨城県、茨城県。超マイナーな感じ。いや、納豆とか。次です。常陸太田市。常陸はピンポイントだね。常陸太田市のあんま分かんないでしょ、まだ。常陸なんかとか分かりますけど、うん、そう、なんか4つ目定番。定番、定番です。定番なんだ。結構定番です。茨城県、その常陸太田市では結構有名ってこと。ああ、常陸太田だけじゃないと思います。日本中でも関東の人は分かるんじゃないか。関東の人は聞けば分かる。で、日本一、うん、で、常陸太田市で定番なんでしょ、うん、定番だからみんな知ってるってこと、うん、また全然分かんない。じゃあ5個目のヒントです。そうそう、ちなみにね、全部でね、9個あります。そんなあるんだ。はい、もう5個目か。もう5個目。竜と神。竜と神。なんだなんだ、シャキン。神社。竜と神です。じゃあこっからでしょうね、多分ね。6個目です。 100m。 100m。 100m あるんだ。違う、100m。 100m かもしれないし。ああ、そう、大仏でもないもんね、あれ牛久だもんね。ああ、牛久、牛久だね。牛久、あの有名なね、あの有名な、いつも白子行くときにね。常陸太田市でしょ。 100m って何。確かにね、 100m って何。 100m。 7番。高い。高い。え、こっち高いっていろいろあるからね。これが高いかもしれないし、ああ、こういう高いかもしれない。高いでしょ。レベルが高いとかね。高いっていっぱいある。全然わかんない。全然わかんない。え、これ今何個目何個目。今7個。7個、2つしかない。え、超マイナーじゃん。でも日本一で。日本一だよ。8個目いきましょう。あと2つです。ちょっと、大吊り橋。分かった。分かんない。場所が分かんない。場所の名称が分かんない。分かった。まず、分かんないけど。ちょっと言ってください。じゃあ耳塞いといて。まず1つ目。あの、正式な場所が分かんない。いいよ。まあ、合ってるか合ってないかは最後に言いますか。え、今場所だけ言ったんですか。今ね、場所だけ。場所とこと両方言ったの。でも大吊り橋っしょ。もう大吊り橋で 100m あって。そしてで、あれなんでしょう、竜と神なんでしょう。9個目いきますか。
いや、行く？もう今日やることは分かった。やることは分かったわ。じゃあ分かった上で9個目いってみようか。最後。場所は分かんないけど。飛ぶ。あ、お。もしかして。分かっちゃった。だね、そうなんだ。場所がね。まあ、でもあれ茨城なんでしたっけ、日本一。え、に茨城にある。何でしたっけ。うん、あのよくねテレビとかでもさ、芸能人が飛んだり。あ、道路とか。ちなみに先に言うと、違う。あのどっちかが多分外したらやるじゃん。答えを。そうなの。あ、言っちゃった。そしたらもう。しかもただ。俺はもうやるんで。あ、飛ぶんすか。言っちゃった。飛びかけだ。もう他分かってるでしょ。でも、じゃあ言うと分かんないからさ。でもやることはそこはバンジーちゃう。やることはバンジーちゃう。正解正解。場所だよ、大事なのは。場所の名所が分かんねえ。え、場所の名所ってそのヒントの中にありました。2、1、終了。多分これね、動画を見てる人は分かった方もいると思いますよ、多分有名、すごい有名。でも、まあ、YouTube かなんかね、見た気がする。まあ名所が分かんないけど、ちなみに、てつさんは正解しました。イエーイ。日本一高いか。そうそう、そのここが飛び降りる、はい、そうです、長さ。そうです、そうです。それ100m。 はい。で、まあバンジージャンプじゃん。ああ、場所が常陸太田市の龍神大吊り橋。龍と神って書いて龍神。あー、うん、そっちか。そうそう、こないだね、うちのいとこが行ってきたばっかりなんだよ。あ、そうなんですか。うん、で飛んだって言ってたわ。あ、うん、それでちょっとね、ピンとこうね、思い浮かんで。それさ、人が龍になるみたいな話。人が龍になる。龍神。ということで、うーわマジで。なんでこれをやろうかなと思ったのか。そのバンジー飛ぶときに新年度の目標をやっぱ叫びながら飛んでほしい。で、ただあのよくバンジージャンプのあの、あ、こういうカメラ、ね、こういう、ああ、こういうね、よく。うちはそれないので、お金ないし、お金もないので、こっちからこれ撮って聞こえるようにして。聞こえるようにちゃんと言わなきゃいけないので。いや、もう高所恐怖症なんすよ。おっ、いいじゃん。いいじゃん、ゆうた。見るのは楽しいからいいんすけど、うん、いや、先に俺が飛ぶから、当日は。いや、そうだ。そう、順番かけないから。いや、もう今マジで想像しただけでちょっとなんか気持ち悪くなってきた。いや、もう高いところからって言われた瞬間にもうやば、マジです。あれは乗ったことあるの、こういうの。フリーフォール。それはない。あのバイキングとか、かわいいね。そういうのは乗った時ありますけど。いや、バンジーやっぱ一回もないんだ。だから、いや、俺もないな。上下のやつはないっす。俺もないな。怖いね。それを4月のどっかで行きたい。いや、それ4月1日。4月のどっか。そう、本当は1日が一番いい。確かに。そう。じゃあ、ゆうた、お疲れ。いや、マジ、ちょっと動画見て、うん、イメージトレーニング、イメージトレーニングして免疫つけたからいいと。本当に当日マジでほんまやばいっすよ、多分。これじゃあそれをカメラに収めるか。そう、てつさんはそれ当日はカメラマンなんで。カメラ、ほんとは。ちなみに勇気は怖くないの。僕全く。え、いや、多分ね、ここでは怖くないと思います。まあ行ったら多少ちょっとビビると思うんですけど、でもそんなにバンジージャンプ嫌いじゃない。一回はやってみたいなとは思ってたんですけど、うん、やっぱそれでも高所恐怖症治るかもしれない。いや、治んないでしょ。治るな。なんか一皮むけるかもしれない、うん、もう飛んだ瞬間に抜けられた。魂抜けてるじゃないですか、それも。本日でも、てつさんが飛びたいって言ったら飛ばしてあげてもいいしね。そうですね。いや、わかんない。もしかすると当日僕が熱出るかもしれないし。そしたら、でも飛ぶよ。飛ぶ。熱でも合うか。熱、すっ飛ぶ。いや、あの、本当に歩けないかもしれないです。こういくわ。大丈夫。だって、落とすだけだから。歩けなくていいんだから、あれ。落ちるだけだから。いや、本当に飛びたくなくて、もう体が
もう本当に行きたくないなるかもしれない。車で出ていい、車で。うん、衝撃映像が撮れるかもしれませんので、ちょっと皆さんもね、楽しみにしてもらってて。ちなみに、そうだ、まだまだ少ないですが、チャンネル登録者が、600人になりました。おお、ありがとうございます。まだまだこう、ね、少ないですけれども、ありがとうございます、600人の方。このバンジージャンプで、また、そうですね、また増やしてもらって、日にちはまた、どうしようかな、ね、どっかのな、Twitter やら、あの SNS で発表いたしますので、その他、今募集中のイベントに関しては下の概要欄に、載ってますので、ぜひ、だからもうそれいないんだよね。やりたくなっちゃうんだよな。ぜひあのね、佐藤グリーンテニスクラブに来てみたいっていう方はね、ぜひイベントの方にね、あの申し込んでいただいて、僕らに会いに来てください。よろしくお願いします。ではまた、またバンジーをお楽しみに。バイバーイ。